井出美希です。誕生日は2001年12月7日、佐賀出身で22歳です。よろしくお願いします。佐賀の高校まで佐賀の芸術家のある高校に通っていて、今は音楽大学に進学して大学4年生で在学中です。今は生島企画室という事務所に所属して学生キャスターをしています。ミスサークルコンテストで去年の11月にグランプリを受賞しました。いや、初めてです。最初はもう雨の中の撮影だったんですけど、なんて思っていたよりも結構体力勝負だなって思いました。まあ、インスタの広告で出てきて、それでするかしないかちょっと迷ってて、ちょうどコンテストも終わった時だったので、なんか次こう何かしたいなって思ってる時にちょうどその広告が出てきたので、応募してみようと思い決めました。特技は3歳からずっとピアノをしているので、ピアノが得意なのと、特技とチャームポイントは、よく言われるのがなんか花をよく言われます。挑戦してみたいことは、なんか海とかでこう撮影してみたいなっていう思いはあります。海が好きですか？海あ、自分ではあまり行かないです。着てみたい衣装は、私すごい黄色が好きで、なんかずっと黄色の水着選ばれてるので、なんか嬉しいです。なんか私言ったっけって思いながら。将来の夢は、ずっと憧れていた出川哲朗さんの一滴の出川ガールになることが将来の夢です。